鳥居岡田賀神社は、京都府木津川市鴨町北にある神社。式内社で、旧社格は豪社。鴨の詩の祖である、竹津海の命を祀る。山城国風土記一文によれば、竹津海の命は大和国葛城から山城国岡、田賀茂を経て、落北の鴨茂祖神社に沈まったとある。主人天皇の治世に、鴨の氏によって、竹津海の命に、縁のある岡田鴨の地に、 下鴨神社より感情を受けて創建されたものと伝わる。文献上の所見は、日本三大実録上元元年正月27日上で、当社に15以上の深海を授けると見える。延長5年成立の演技式新名帳では、山城国相良軍に、岡田鴨神社大月寺にいなめとして、式内大社に列するとともに、朝廷の月次祭、 新滑祭りでは平白に預かる旨が記載されている。当社はもともと現在地より北方に鎮座していたが、木津川の流路が変わりたびたび水害に遭うようになったため、現在地に遷座した。現在地は、玄明天皇の岡田離宮の旧跡と伝えられる。利休が廃された後、その旧跡を保存するために、村人が神社を創建し、天神社と称した。その境内に、 岡田加護神社を潜座したものである。現在、天馬宮は、境内者となっている。ありがとうございます。